が入ってるよ。 USA ステージはこれでいいですかね。はい、あーまあ点線しょうがないですね。箱がありますが、雪の不本だ VS カズ人生からいきましょう。さあ来た。お知ってる。まああれはしょうがないですしね。はい、本来やることが何もない。あれ知らないとねハマっちゃうんで。そうっすね。サウンドキックでハリとカバー、これね何がやばいかって、大ハリケがいきなりわけわかんないとこあるんですよ。それはそうなんですよ。まあでもね、DJ は結構あれに相性いい技が多いんで。今スライディングをしゃがみジャッキックで潰しましたけども、はい、あれは間合いのせいということで。これうわー始まるー。あしゃがみがキック知ってる。あれを投げ返せるのかっていうのを最近練習してるんですけど、あれ判定下がりすぎてて無理なタイミングがあります。そこまで分かってる、分かんないところがありますね。タイミングですよね。そうですね、ホンダ側のタイミング次第になります。あ、やばい。さあ、ドラム缶が邪魔か。ドラム缶なければね。そうですね、ちょっとこれステージが。ドラム缶はホンダの敵です。箱とドラム缶。うわ、1いい勝負してる。これキャラ的には、ね、絶対 DJ なんですよ。6じゃ効かないですよ。7は最低ある本当に。けどもオンラインでやってきたな、これ。けども、はい、雪の不本だです。これがどれぐらい強いかっていうと、ちょっと比較対象がないぐらい。お、あ、いい、よく知ってる。やり慣れてますね、本田戦もね。そうですね、まあ、向こうに今いる本田は誰だろう。マルボーズさんやってないんじゃないかな。やってないよね。ってことは横綱だけなのか。うわー、若干あれは見てからっすね。はい、垂直ジャンプに相模ためを仕込んでの、はい、これ言っていいか分かんないですけど、はい、あの相模召喚にマシンガン勝つんですよ。え、これガードじゃない。あ、うまい今の。さあカズ DJ が今度は鉄壁の守り。さあフェイントがいやらしいですね。素晴らしい動き。はい、あとは上を見るだけ。素晴らしい教科書通りですね。ここまで単純に何がキャラ差があるかというと、エアスラがとにかくきつい。おお、ダブルアップ。おー、一丁やったー。これ100巻、あの100巻は一歩下がらないと当たらないんですよ、実は。はい、細かくね、ほんの一歩です。下がり100巻と歩き100巻をねキャラごとに分けてるんで。で、一歩歩き100巻はあのバイソンに当たるようになるやつですね。はい、ヘッドを反対に出させるとか、そういう的なやつ。はい、これ1-1? 1-1 です。関西神戸でね。うわー、踏んだ。まあカズ2時エアスラだけ、エアスラだけ、これは近距離戦危ないと見て遠距離戦を徹底していく。相模中キックは救出タイプになるが、デクリに対しての弱づつき、この辺は入力精度が難しいながらも本田の命を作る技になってくる。しっかりしていく。あれマジ出ますからね最近。入力ギリギリまで伸ばさないといけないですからね。うわっと、しっかりはめてくるよこれ。俺が本田戦やりたくなくなった理由だからね。はい、本当にこれでやってたらもう本田やりだろみたいな。いや、関東の横綱ってアメリンさんだって言われてますけども、はいはい、
これ裏のチャンプなんで、まあそうそうそう、どっちがついてたら圧倒的に雪の巣です。さあまだわからん、さあこっからでも一回本当にワンチャンです。しかしカズリー J、 エアスラが読まない。これは100回避けるが歩きにやった。これで2-1ですね。ミキ、はい、リスクマッチすぎる。いやいや、見てる側そうでもないから僕ぐらいだと思ってるから、本当に。いや、そんだけ強いんですよ、雪の風っていうのは。まあ、ちょっとね、張り手が出てない気がしますけど。あー、まあちょっとエアスラ早いですからね、カズ君。あれ、筐体にやっぱ左右されるんで。あー、なるほど。トレピーが動画に上げていた雪の風張り手の、もちろん考案者ですね。そして、その成功率たるや、異常のものがあります。小技からぶったら張り手が来るってやばいっすね。確かに、まあ、女の百裂って前同士が短ければ短いほどですよね。はい、さあカズニー J、 ここは設定がバックジャンプ、そして中足対空からの、そう、あれ最近練習してる。うーん、そうなんだ。そして満員戦も相当なもんですからね。ハチコーキック、これもガードになる。しかしジャック、ジャック 3-1。 雪の風、雪の方じゃないですよ。ロングタイムノッチシー。そうですね、そうでしょうね。あ、雪の風イコール黒いワンを超えてます。ハイアーレベル、オーバー、ハイアーレベル、はい。ゲーマーズ6カ試験だから、さすがに取ってるでしょ。世界に出していいのか分かんないレベルの始まった。気になるか。いや、おお、カズ今のジャックは素晴らしい。おお、いくか、これ、これ鬼武装いかないんじゃない、マンちゃん死んだあるよ。あー、やばい、あー、やる、よくジャック出したね。ラウンド2、はい。これエアサイオリムソーは結構反応必要なんで。そうなんですよね、そんな気楽じゃないですよ、ね、歩いていけないんで、はい、エアサラ発生早いですからね。まあどの辺が発生早いかっていうと、結局ジャック攻撃からつながるあたり。あ、今のマシンガンからの払いは素晴らしい。じゃあ1、うわぁ、無理やり来た、うぅぅ、あ、サガミティパになっちゃった。ちょっと練習不足か。これ 4-1、 まだ分からん。 4-1、 今のジャンプ中盤で裏行ったあたりまでは素晴らしかったんですけど。そうですね、投げ出されても全部返りますから。雪の風の怖さが見れるかどうか。しゃがみついていく。さあ、本田の理論値に一番近い男です。しゃがみついていく。うわー、やったこれ。うわー、ピオル、カズが取っていく。いかない瞬間がありますからね。素晴らしい。ラウンド2、はい。今頭突きが見えてましたね、はい、真横になってからやっておくので。さあカズ DJ が鉄壁の守り。エアスラ前に歩いたの見てから強エアスラをちゃんと打っている。うまい。そして左中間対空、若干も許さない。ここは一切いく。さあカズ相当仕上がってるぞ。抜きの君自ら五先と言っていたが、五先じゃ足りないんじゃないか。あー、やばい、手つきガード。さあエアスラ連打、
さあ、じゃあ一回リセットリセットして。いや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 。さあ、読み。両替したさんと、ごく、あるね、いいよ。さあ、本日優勝者、読み合い導流です。MGU ってなんだ？MGU ってなんだ？配信してます。僕ら急に帰ってきて急に配信してますから。マシンガンアッパー、なるほどね。あ、読み合いど。今度は竜。DJ とどっちがきついのかって言ったら、DJ の方が多分きついですね。はい。さあ、これを関西に伝えられるか。雪の句のヤバさ。よいしょ。竜巻、えらい。あれ、立ち直してこないと無理ですからね。うわ、でも削りで。さあ、ステージは残念ながらダルシムステージ。真空でとりあえず離して、さあ、無評判マシンガンアンパール、なるほどね。はい、あれ本当は、はい、普通中ハリでしか来ないから、はい、そのタイミングにしゃがみ中盤を置けるんですけど、あ、そのタイミングで大ハリ手が来ると、うん、戻りに刺さるんですよ。あー、中と強で違うってこと。そうなんですよ。なるほど。大の方が移動してからの発生が遅いんで、はい、そうだね、戻りに刺さっちゃうんですよ。普段中しかやってない人のタイミングで中盤にすると台が当たるようになって、なるほど、そこで触れなくなると普通に中張り手から百貫で表裏みたいなところの間合いになっちゃうんですよ。だからこう狭められちゃうっていうか、あー、卓にできるということなんですよ。でしかもそれを壊して判断して、はい、ある程度できるんで、壊し空振りの時点で相手の動きを見て変えられることができる。相手の距離を見てですね、あのどこのボタンを指5個を弾くかだけなんで、はい、なるほどずるいっすよね。謎のサイズなんだ。謎のサイズ、ごめん、はい、変更できないわ。ストーリー変更ってなんだっけ英語で。 We cannot resize。 あ、そうだね。 We cannot resize、 sorry、 I'm sorry。カラジャン統一を最大。ヨミさん、若干からのヨミさん、うわ、繋がってないが、ちょっと雪の符がっくり、かわいそうすぎる。 Thank you X Gamers。 読み合いの頑張れ、はい、これダルシムステージだとどうなんだろうね。どっちで有利に働くんだろう。ホンダかな。ホンダだと思いますよ。あそこから大内パーマレ。まあ今大内パーマレさん死んでたわけなんで、あれふがふがに行くパターンなんで、コアチコパンは、うーん、うわっ、一回あれですよ、一回です。本当に中張り手用のしゃがみ中パンで潰されて、テンパってとどまったら、ああなる。なるほど。さあ、今のは岡田勢からの下げ飛びって結局どうなんですか。できるの、あれ、距離先端だったら OK。 あ、そうなんだ。持続部分が当たってるか先に当たってるかみたいな。入れっぱじゃないんだ。入れっぱ OK ではないんだね。まあでもなんかずっと見てるけど、あんまりアンドビをミスってるとこ見たことないんで、そうですね、きっとなんかそれっぽくできるんでしょうね。うーん、岡田の後感覚で確かに先飛びやってますけど、いや、ね、あんま勝利出さないでしょうね。ここそうですね。うわー、辛い。さあ、雪の風3連勝 3-0。雪の不安、これね、最強だから。竜でやってみ、マジで。なんでそんな張り手早いの。
雪の不本だわ。日本最強だから。日本最強ホンダは誰って言われたら圧倒的よきろきろです。いやね、僕の師匠ですからね。そうなの、はい、あれ、ハナシーさんどこ行ったの。ハナシーさんはネタ提供者なんです。師匠はおかしくない、同じキャラじゃなくね。全キャラ対策はこの人に教えてもらったんです。あー、なるほどね。こういうもん的に、はい、マックス100点でこの人点数つけるとしたら、マックス100点でこのホンダですか。プレイヤーです。プレイヤープレイヤー、うーん、難しいんですけど、まあね、後半武器になったりするとこもあるんで。無敵ガエル100としたら、あー、無敵ガエル100としたら難しいっすね。これ録画残ってるからな、今後のリアルライフに影響を及ぼすから。あんま言っとけって。ムテさん100だったら九州ぐらいはありますよね。で、じゃあ X で一番点数高いのプレイヤー性能は、俺想像、想像か、はい、あの人だけは99秒を画面の中で起きてることを守りきれる集中力があります。あー、ムテさんより上、他のプレイヤーって結局見てからとかなんとかって言ってるけど、うん、まあ予測と判断じゃないですか。まあ、それはそうですよ。結局ダメ、プレイスピード速いですからね、このゲーム。はい、まあ、想像さん唯一キャミー使って、はい、フェイロンの歩き投げを投げ返せるんですよ。で、歩いて止まってからは何も踏んないですよ。で、それなんかトレモっぽく、ね、これ やってみてくださいって言わせたら、はい、なんか 100% できて、あ、それも勝てねえわ。そんな人がこのゲームやってたら勝てねえわと思って。キャラ間違えてやってるからね。キャラ間違えてるなっていう感覚も同時に。いやいや、フェイロンは合ってるんじゃないよ、あれ。さあ、読み合い動画、ナイス昇竜からのケーズル殺し。あー、雪の風。そうね、川端龍殺してるんですよね。シュウさんも倒してるんですよ。2015は、はい、まだ雪の不本だは全盛期じゃないです。うわ、これ早い。さあ、いろいろやってくるが、ここで真空波動で待ちです。早いな、やっぱ波動拳。いや、読み合い動画早い。ここあとばかりに強波動打ちまくり、大足4人かな、3人か。もう分かったのか。さあ、情報戦の後からですよ。雪の風はで、この人当日の予選、当日予選とか出てるんですよね、実は。うわー、刻んだサーミカキック張りで殺すまでの選択肢が4パターンぐらい減りますね、今。はい、書いてない、大丈夫。OK、 はい、うわ、死ぬ。うわ、おいしょ。さあ、2段構え、オカマ蹴りで妥協と思いきや、大糸がちゃんと入っている。ナイスチェック。いいですね。はい。読み合い動画を本日、ちゃんと優勝してますから。開幕逆転、歩いてから超張りで。ほら、おかしいだろ、これ。おかしいですよ。これは、連付きなのか？おかしい。あ、最大中の最大を狙ったが、しゃがみガードできてしまう。おお、勝利出る。さあ、ヨミさあ、いけるか。こんなに負けて帰れないぞ。うまい、うまい。サンさん、お、黒いワン戻ってきた。雪の符 VS 読み合い堂です。
金を。インディア。ラウンド1、ファイト。さあ、こっから日本選手に変わりました。おっと、開幕張り手読みでジャンプをしたが、錦木が間に合いそうだと危ないのか。諦めずに竜巻が重要っぽいですね。ああ、まあありなんですよね。あの、まあ、本当強いからな。かなり対空。逆に食らいますよね。逆の逆の逆です。UI1 間に合うか。ロスコイ。ロスコイ。あれね、正解がまず出ずに今日2回立ちガード、3回目と4回目の間に、まあ頭突き触ってればベストなんですけど、うわまずい、噛みかないとループしないからな。さあここでヨミのファイヤーハロー、お見事、4対3でヨミアイドガリーチ。開幕30分中術気読みの体験でしたね。はい、中術気はバックジャンプ読みでしょう。そうですよね。ここ逃さない。おお、一丁でかいぞ。中100点から攻め系だがバックジャンプ許す。ちょっと情報が少ない感があるか。がこれ鬼武者圏内ですね。でもね、もともとねヨミさん総家庭なんで。そっか、はい、そもそも、そもそもいましたから桃太郎。どれぐらい前？結構前、7年8年ぐらい前。その頃は雪の不本だ VS、 まず本田じゃなかったですね。やってたの本田じゃなかったですね、まず。あ、そうか、はい。おっと、くらい投げ、これでかい。うわー、差し返した。さあ、読み合いの俺が優勝したんやでと。うわ、うわ、これでリーチ。ごめんね、僕クロイワンさんのことディスったわけじゃないね。雪の日の方が強いって言っただけなんですよ。ガード、歩きガード、これがねダルシムステージ特有の。そうなんですよね。さあ、真空使ったが、やっかんから使われた。サビのキック、マジで。さあ、サビのミス、ミスるな。さあ、ここを取れば読み合いの勝ちだぞ。うわ、勝った。からジャンプを一応減ったー。んだ、4-4。最終、これで勝った方が勝ちです。店長、どう見ます？店長、これどっち勝つ？雪の風強いねっつって言ってますね。さあ、でも雪の風も結構迷ってますね、これ。やべ、裏か、表だった。勝利ちゃんとなぜ、やりたい。あそこからじゃ超偉くない？好き。さあ、リーチをかけたの雪の風。読み合いの、あ、ガードだ、ガードまずい。こっからだぞ。いいぞ、ナイス、ダイヤシー。あの対空が何より重要。もう一回通すが、話し多い今日だった。おっと、100巻ダブルアスタが、ストーリー割っていく。さあ、真空など削り殺せないが、ファイヤーハードリーチ。さあ、これでダブルリーチです。どっちが勝つんだ、いい勝負。さあ、寄っていくのはもちろん雪の風。しかし、読み枝の波動がきつい。うわ、いい避け方だが、一生強波動。おー、一応入る、ボーナス勝負。あー、投げた、勝ったのは読み枝。4号でしたね。4号、